ここで一回止まろう。あ、ここっぽいな。うん、そうだな、これこっちだな。はあ、はあ、よし、このままあーずーっと行ったら駅の方に行けそうやな。よし、あらいいな。話すネタがねえんだよね、そんなに。最先端の方で馬を無所固定が来てるのかな。この辺りは半田郵便局でしょうからね。鳥が来て郵便局で周回って言ったら鳥出局ぐらいですもんね。まあ鳥取もあるけど、いやーマスクしてると暑いっすね。この辺から歩いていったらいいんやろ。ちょっと距離はあるはずですからね。まだ荒いになってるのかな。これが多分あざかみが大川に変わってくるはずですからね。よいしょ、どれくらいかな。もっとあるかわかんのか。どの辺り、まだまだだいぶあるな。ニトリか。はあ。
ニトリがあるあたり、ニトリが出てきたら分かったら良さそうですね。大川の駅前になったんだ。全然気づかなかったな。よっしゃ。のマークがある。
これは奈義町って読むんだ。へえ。これ奈義？奈義じゃなくてネギか。ねですね、多分これやったら。見える、逆光でなんも見えんけど。おお、すげえ。あとで結果データ。あ、こっちに来るとやっぱシーホース向かうのこんな混乱で出るんですね。三河から山陰地方は多いですよね。もう一つ豊橋とかあっちの方、確か基盤にしてるところもありましたよね。バイパスなんかな、こっちが旧道なのかな。あー、なるほどな。ああいいんだそっちの信号が変わってないと、変わってないかと思ったら歩道は変わるんですね。へー、変速だ。あー、でこれは自転車専用だ。あ、すげえ、こんなに取ってあるの、めちゃくちゃ広っ。